こんにちは、あゆのの部屋です。大変お待たせしております。今回はワンダーウールで編むマフラーのパート2になります。冒頭でご覧いただきましたように、マフラーがこのようにですね、今動かしておりますが、ダイアゴナルステッチで失礼いたしました。進めてまいりました。現在ですね、このブロック一番長いところのこのブロックが70個ありました。70段ではなく、このブロックが 1,2,3,4 と数えて一番長いところで70個ありました。そして一番長いこの辺ですね、一番長いところが約125センチ弱です。それでは最後の仕上げを編んでいきたいと思います。現在毛糸の残りはこれぐらいで、約 20g ぐらいです。足りずかどうか本当にギリギリで、今ちょっとドキドキしています。そして現在糸はこちら側にあります。段が短い方の引き抜いた状態です。引き抜いて引き抜き編みで4目戻っている状態です。ここで一度ストップしています。そして今からこちらの減らし目ですねをしたいと思います。このままですとこのように斜めのマフラーになってしまいますので、やはりまっすぐにしたいと思います。次はこちら側をストップいたします。うっかりですね、こちら側を増やしてしまわないように、まず段数マーカーをこのようにつけます。それではこっちの長さもストップしましたので、これ以上マフラーは長くはなりません。繰り返しになりますが、今この四角は 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 あります。これを10,9,8,7 と減らしていきます。それでは今から編む段を最後の減らし目の便宜上1段目とします。それでは最後の減らし目の1段目を編んでいきます。今まで通り引き抜き編みが終わっていますので、立ち上がりは3目ですね。1,2,3 ですね。ここからはまず今まで通り、まず長編み3回ですね。1回目ですね、2回目ですね、3回目ですね。次はまたここに引き抜き編みをしますね。また鎖編み3目で立ち上がりますね。今までと、失礼しました、3目で立ち上がって、今までと同じ編み方でこの辺まで編んでいきますね。最後の四角の1段目を 1,2,3,4,5,6,7,8,9 編んできました。また最後の四角を編みますね。今まで通り立ち上がりは3目ですね。1,2,3、長編みを3回編みますね。1回目ですね、2回目ですね、3回目ですね。そして引き抜き編みをしますが、段数マーカーがついています。ここに今まで通り引き抜き編みをします。段数マーカーがついているところはストップの印でしたね。ここでうっかりまた段を増やしてしまうと、マフラーが延々と長くなりますので、ここでストップです。
旦ダンスマーカーは外しますね。それでは最後の減らし目の2段目に入ります。今引き抜いた状態です。ここで鎖編みを一目編みます。そしてこの向きにひっくり返しますね。そして次の目、長編みの頭に引き抜き編みをします。その次の長編みの頭にも引き抜き編みをします。その次の頭にも引き抜き編みをします。最後はこの鎖の部分に側に引き抜き編みをします。今までこちらの段でやったことと同じように引き抜き編みを4回編みました。ここで一旦針を外してこのように置くと、ここで長さが揃いました。マフラーの長さがストップです。それではこの状態から続きを編んでいきます。2つ並んでいますね。それでは引き抜き編みを4回した状態から編んでいきますが、今までやってきたことと同じようにこちら側でやってきたように、今度からはこちらも立ち上がりは鎖編み6目ではなく3目になります。1、2、3、そして長編みを3回ですね。今度は上の段、下の段、左右というんですかね、同じことをしていくんですね。今長編み2回目ですね。長編みが3回目ですね。そしてすぐに引き抜く場所がありますね。今この状態です。ここに鎖編みを側にすくって引き抜き編みですね。今までと同じですね。また鎖編みを3回で立ち上がって長編みを3回編みますね。ちょっとこの糸がついてきちゃってますね。引き出しましょうね。1回目ですね。2回目ですね。3回目ですね。そしてもうお分かりだと思いますが、今までと同じように鎖編みのところに引き抜き編みをして、また鎖編み3回で立ち上がりますね。そして長編みですね。この編み方で今度はこの辺まで編んでいきたいと思います。最後の減らし目の2段目です。このブロックの数は 1,2,3,4,5,6,7,8 ですね。最後の1つを今から編みます。もちろんここも今まで通り立ち上がりは鎖編み3目ですね。1,2,3。1回目、2回目、3回目ですね。そしてここですね、鎖編みのところに引き抜き編みをして、これで最後の減らし目の2段目が完了しました。一旦ここで、本当にしつこいのですが、形をご覧くださいませ。ブロックは 1,2,3,4,5,6,7,8,9 個になりました。最初の減らし目の1段目では
1段減って1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 今は最後の減らし目の2段目ですので2個減って1,2,3,4,5,6,7,8,9 です。これを繰り返していって最後の1になるまで続けますね。次は最後の減らし目の3段目に入ります。ここもずっと同じですね。鎖編み一目で立ち上がって、ちょっと裏返すの大変ですが失礼しますね、よいしょですね、というふうにこの向きに引き抜き編みをしていきますね。1回目ですね、2回目ですね、3回目ですね。で最後引き抜いて今までと同じように鎖編み3目で立ち上がります。最後の減らし目はもうずっと立ち上がりは鎖編み3目と覚えていただければと思います。あとはまた長編みを3回ですね、1回目ですね、2回目ですね、3回目ですね。そして次のここですねに引き抜き編みをしますね。立ち上がりはもちろん鎖編み3目ですね。そして長編みを3回編みますね。この長編みだけ見たいと思います。失礼しました。いつになったらこうお話が上手になるんでしょうね。またついてきちゃいましたね、糸。それでは次のところに引き抜き編みをしますかね。そしてまた置きますね。ちょっとこの方向で置かせていただきますが、今こちら側から来ていますね。1,2,3,4,5,6 というふうに、だんだんをまたこの辺まで編んでいきたいと思います。ブロックを1,2,3,4,5,6,7、7個編んできました。最後のブロックですね。立ち上がり、鎖編み3目ですね。そして長編みを3回編みますね。引き抜く場所はもちろん鎖編みのここですね。現在このように長さがこのように揃ってきましたね。もちろんここの長さは変わりませんね。あとこの部分を今のやり方とやり方を繰り返していきます。ちなみに糸はまだこれぐらいで十分残っていて、むしろ余りそうです。最後 20g いらなかったですね。 15g ぐらいでよかったかもしれません。それでは最後の減らし目の4段目に行きます。立ち上がりは鎖編み1ですね。ちょっとだけキュッとしてこの方向にくるんとして長編みの引き抜き編みですね。1回目ですね、2回目ですね、3回目ですね。そしてここに引き抜き編みをして、立ち上がりは鎖編み3目でしたね。そして長編みを1回目、2回目、3回目ですね。そしてここですね
に引き抜き編みをしますね。そしてまた立ち上がり鎖編み3目ですね。1回2回3回それではまたブロックをこのようにこの方向で編んでいって、最後はここに引き抜き編みをしますね。で鎖編みで立ち上がってくるんとしてこの方向に今までと同じことを繰り返していきます。それではそうですね、最後の数段、1段か2段ぐらいになったらまたお見せしたいと思います。最後の2段になりました。最後の減らし目の段の9段目ですね。現在こちら側に引き抜いた状態です。それでは最後の2段を一緒に編んでいきましょう。引き抜いた状態ですので、まず鎖編み1目を編みますね。こちらの方向にくるんとしますね。で引き抜き編み4回ですね。1回目2回目3回目で最後鎖のところに側にすくって引き抜き編みをして、鎖編み3目で立ち上がりますね。で長編みを3回編みますね。1回目ですね。2回目3回目ですね。今この状態ですね。次はここですね。今引き抜きましたので鎖編み3目で立ち上がりますね。と方向変えますかね。こうですね、こうなってますね。で長編みを3回編みますね。ちょっと猫ちゃんが鳴き始めましたがお気になさらず、なんか変な鳴き方をしていますがお気になさらず、なんか鳥さんを見つけたようですね。泣いてますね。はい、それでは2つブロックを編みましたね。ちょっと引き抜きますかね、先に。いよいよ最後のブロックです。引き抜きましたので鎖編みを1目編みます。いきますね。ちょっとくるんとしますかね。この方向にくるんとして引き抜き編みをしますね。こうですね。でくるんですね。で引き抜き編み1回目2回目3回目4回目ですね。で最後ですね、鎖編み3回で立ち上がって最後のブロックですね。糸が十分に余りそうです、というか余っています。で最後の長編みを編みますかね。失礼しましたね。そして最後ここですね、鎖編みに引き抜き編みをします。キュッとしますね。ちょっと鎖編みを1回編んでおきますかね。でここで長めに引き出して糸を切りますね。まあ、糸処理はもうこれぐらいあれば十分かと思いますので、この辺で切りますね。これでマフラーが編めましたね。それでは糸処理をしたいと思います。こちら側にまず行ってこの中に入れようと思います。現在ここに糸がありますので、まずそうですね、
この状態ですので、一旦こちら側に、この辺にちょっと割って入れますかね。特に決まったやり方はないと思いますので、やりやすいやり方で、ちょっとここに入れてみますかね。やられてくださいね。キュッキュッと。ちょっと丁寧にやっていきたいと思います。ちょっと細めの糸ですので、時々割りながら入れてますね。で、ここまで来たら、この中に入れようと思います。こうですね。で、ちょっと引っ張りますね。これで十分かと思いますが、念には念を入れて、ちょっと少しだけ、ここら辺に通しておきますかね。で、最後ですね、もう一度この中に私は入れて、最後この辺に、そうですね、一回ここ通してますもんね。失礼しました。ちょっとこの辺にしますね。ちょっとこの辺に割りながら入れて最後にしようかと思います。こうですね。それではちょっと引っ張りながらギリギリで糸を切りますね。これで本体が完成しました。が編み上がりました。久しぶりにお花編みましたが、結構可愛くできました。糸処理をして真ん中にこのビーズをですね、このようにつけたいと思います。ちなみに後ろ側はこんな感じです。とこちらパプコーンで編んで、と花びらをつけた感じですね。お花を編んでもまだこれぐらい 8g ぐらい残りましたので、フリンジをつけようと思います。つける予定はなかったのですが、ちょっとつけてみて、そのフリンジもちょっとアレンジを今考えています。まずこのように1メートルぐらいの糸を12本作りますね。それを半分に折りました。さらにまた半分に折って、このように4分の1にしました。そしてつけた場所ですが、ちょうどブロックありますので、ここですね。まずここにつけて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。というふうに、12個、このブロックとブロックの間につけて、角につけていこうと思います。フリンジのつけ方ですが、まず一番端ですね、角に、針を入れました。やりやすいように7号にしました。そしてこの輪っかの部分ですね、この輪っかの部分に針を引っ掛けて、で持ってきますね。で一度このように引き出して外しますね。そして指を入れて持ってきますね。で、キュッとしますね。キュッ。これを12個つけようと思います。フリンジを12個つけてきました。あとは、このように輪になった部分をチョキンとしますね。これでフリンジができました。ちょっと長めで、もちろんこれぐらい長めの方がお好きな方は、長めもいいと、可愛いと思いますが、私はそうですね、この半分ぐらいでいいかなと思っていますので、今から反対側もフリンジをつけてちょっとアレンジを加えて短めにしようかと思います。アレンジはちょっと反対側の方でお見せしたいと思います。フリンジはこのままでもとても可愛いのですが、せっかくですのでちょっとだけ一工夫して枕目風に結んでみたいと思います。よかったら何かの参考になさってください。このようにマスキングテープで留めるとやりやすいかなと思います。現在こちらは 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 12本のフリンジがあって、一つの柱から4本出ていますね。この4本を
22に分けます。隣の柱も22に分けます。隣の柱も22に分けます。一旦ここからこちらはちょっとだけ受けてもらいますね。はい、それでは結んでいきますね。まずですね、ここですね、2つ目の柱の左側を最初の2本の右側の上に乗っけます。はい、同様に3本目の左の2本の毛糸をこの2つ目の右側ですねに乗っけますね。そしてですね、ちょっと気持ちピッとして、今こことここを持っていますね。こちらも説明よりもこの画面を見ていただいた方が分かりやすいかと思います。こことここをピッと持って、気持ちちょっとですね引っ張り目にして、こうですね、ここで結びますね。このように肩結びですねしますね。こうですね、ここから4本あるのでちょっと慎重にしながら、このように気持ち引っ張りながら、これぐらいの位置でキュッと結びますね。これで結べましたね。次はですね、ここですね、この2つですね、今この状態ですね、こことここを結びますね。このように持って、まあ、大体同じ位置になるように気をつけながら、こうですね、ちょっとこう調整しながらピッと結びますね。なんとなくちょっと可愛くないですかね、結ぶと。はい、それでは次ですね、いきますね。 1,2,3 4つ目ですね。4つ目の左のこの糸、4つ目の柱の左、こうですね、すいません、枕目の説明がちょっと、はい、あまり慣れてなくて。で、次ですね、この左側とこの糸ですね、この糸とこの糸ですね、これをピッと持ってまた結びますね。こうですね、手つきがぎこちなくてすいませんね。枕目も面白いと思うんですけどね、いろいろと深く勉強するとこんな感じですね。はい、ちょっとだけなんか可愛くないですかね。はい、それではこれを繰り返していきます。次の柱4本ですね、この2本ですね、でこの糸ですね、これをピッと持ってますね。ここですね、ここで結びますね。結ぶときは位置に気をつけながら、糸を張りながら、この辺かなというところで固くピッとしますね。これを繰り返していきますね。次はここですね、隣の柱の4本の22の左側と下側のこれですね、この2つですねを結びますね。私の説明で伝わっていますでしょうか。ではこれをですね、最後まで繰り返していきますね。繰り返し結んできました。なんとなくネット編みに近い模様ですかね、毛糸ですので均等に結ぶのが難しかったです。均等に結べてないんですけれども、で最後の4本になりました。それでは最後の4本を結んでいきます。まずは最後の柱の左側とこの糸ですねを今まで通りちょっとピンとして結びますね。そして最後このように
残りますので、この2つを結びますね。ちょっとここキュッとしますかね。キュッとしますね。これでこの結び目が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 できました。ちなみにここの間隔はもう少し広げてもよかったかなと今ちょっとだけ思っています。この反省点は次回に生かしたいと思います。で最後ですね、長さがちょっとバラバラですので揃えていきたいと思いますが、あんまりピッと揃えるよりは少しちょっとランダムな感じで、あまりにもピョンとしてるところだけ切って整えていきたいと思います。ラフな感じで長さを整えてフリンジが完成しました。反対側もフリンジも完成してお花をつけました。お花をつける場所は白い方でもよかったのですが、今回は突起色の方につけてみました。マフラーが無事に完成しました。フリンジがだいたい15センチぐらいで、フリンジを両方含めて30センチ、だいたい全部で160センチ弱ぐらいですね。本当は本体で150センチぐらい欲しかったのですが、フリンジを加えたので長さもまあまあ出ました。ワンダーワールで編むときはもう少し2玉ぐらい必要ということが勉強になりました。今回はとてもこれで気に入ってますので大切にしたいと思います。自分で使うかプレゼントするかはまだ決めてないんですけれどもね。なんとなくレトロな昭和な雰囲気のお色とデザインな気がします。このお色もなかなか今まで自分では編まなかった色ですので、深みがあってとても美しくて気に入っています。いろんな色にも挑戦していきたいですね。ダイゴナルスティッチもすごくいいですね。またこのデザインで何か他のものも編んでみたいなというふうに思っています。この旅も本当に長い動画のお付き合いありがとうございました。また完成編が大変遅くなって申し訳ありませんでした。まだまだ大変な状況ですが、温かいものを食べて、たくさん編み物もされて乗り越えていきましょう。ありがとうございました。